はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時をちょっと回りました。12月はですね、11日になりましたね、日曜日でございます。日が照ってましてですね、この部屋今17度かな、千代田区12度で、まあ外は寒いんですけどね、日が照っているとなんか今日もまったりできんでっていう、そういう気分になってきますね。さて行きましょう。日曜日なんでそんなにですね大きなニュースがないんですけども、産経新聞でございまして、これはですね昨日ですねの20時46分に出た記事でございまして、中国台湾産ビールも禁輸、総統府厳重な懸念厳重な懸念するほどのことかなと思うんですけど、読んでいきましょう。台湾の衛生福利部（衛生省）に相当、食品薬物管理所は10日、中国が9日までに台湾産のビールや香料酒（蒸留酒）、香料酒、蒸留酒ってどうなんでしょうね、蒸留酒は焼酎の類ですからね、清涼飲料水ですか、などの輸入を停止したと明らかにした。総統府の報道官は10日、両岸、中台ですね、中国と台湾のことを両岸と言います、の正常な貿易を損なうとの談話を発表し、厳重な懸念を表明したと。台湾のビール飲んだことないですけどね、美味しいんでしょうかね。香料酒って言うのもね。中国関税当局は今月、台湾産のサンマやイカ、カツオなど水産物の輸入を禁止したばかり。中国が求める一つの中国を拒否する蔡英文政権に対する圧力の一環と見られる。中国が買わへんやったら日本が買いましょうよ。買いに行きましょうよ。ビールでもサンマでもイカでも食べますね。サンマもイカも好きやもん。カツオ最近食べてへんけど。台湾メディアによると、中国関税当局は台湾側が提出した輸出申請の登録情報に不備があったことを理由としている。まあ、すぐそんなこと言うんですよね。昔はロッテ百貨店がですね、ロッテデパートがですね、消防法違反で営業停止になってですね、全部撤退を余儀なくされました。なぜそれを、そうなったかと言いますと、韓国のですね、ロッテゴルフのゴルフ場にサードができたからなんですね。で、一気に意地悪をしたわけですけど、この意地悪の仕方がね、いやらしいですよね。なんというかいやらしい。堂々とね、ロッテ出ていけって言うたらええやん、そんな思ってから。そんなサード起きやがって腹立つねんって、出ていけって言うたら、はーいって出ていくでしょ。どっちにしろ出ていけって言われたら出ていかないしゃあないや、そんな外国資本ですからね。それを消防法違反とかっていうのは、誰がどう見てもそんなんで、意地悪としか思えないわけでしょ。意地悪というのはね、いやらしいわけですよ。旗で見ていて愉快なもんではないですし、なんて言いますかね、やってる方の醜さというものが際立つわけですね。あいつ性格悪いやと思うわけでしょ、みんな、人間がやったらね。国の性格が悪いってどういうことかっていうと、その国自体があかん国やということですよね。どうは、なんて言いますかね、まことがないということになりますね。気に入らんでていけって言うたら、役の話や。そうでしょ、サード置いてやろ、気に入らん、出ていけって言うたらいいだけの話でしょ。それを消防法違反と言われてるわけですね。今回のこれもですね、登録情報に不備があったことを理由としてるって、どんだけ登録し直したって絶対そんな輸入許可にはならないわけですよ。なんかいやらしい。てかやり方がなんていうか下手くそですね。ものすごい下手くそですね。いやもう輸入禁止はっきり言うてしまえばええやんと思うんですよ。いやいや、買いたくないんやったらね、それを書類に不備があるとかって、なんていうかやり方が下手くそ。それをやってることによって中国にとって何のこうなメリットがあるんやろうと思うんですね。台湾のビール会社、関係会社から恨まれるわけですよ。で、中国側からしたらお前らのボスが悪いんやと、蔡英文が悪いんや、そう思えということでしょうけども、その通り言うたらええやん。何が登録情報に不備があんねんって、こういやらしいですね。中国側のいやらしさばっかしが目立ってると思うんですよね、これ。日本買いに行きましょうよ、その中国が買ってくれへんとかいうサンマとかイカとか、ビールとかさ、香料酒とか、みんなで買いに行きましょう、みんなで、ね。
ただ不備の具体的内容を内容に関する台湾側の問い合わせには回答していないと。農業委員会括弧農水省は水産品輸入による影響は約60億台湾元266億円に上るとの見通しを、示した。買いましょうよ、台湾輸入フェアやりましょうよ、みんなでどんどん買いましょうよ、中国が買わへんっていうものはね、日本が買いましょうよ。中国は昨年にパイナップルなど台湾産果物、果物ですか、果物、今月6日には高級魚ハタやアジなどの台湾水産物をそれぞれ禁輸とした括弧共同ということでございました。ここ何年間かですね、まあ前からそうですけど、中国の外交の下手くそさっていうのは際立っていますね。私若い頃は中国は外交は上手な国だと思っていたんですけども、なんかもう同じことを言うにしろやるにしろですね、示すにしろですね、一番下手な方法を取ってるんちゃうかなと思うんですよね。なんて言いますか、こう世界の他の国からね、敬意を表されるように持っていくのが外交というものであって、でなるべくそのですね、どう言いますかね、敬意を失わないために、尊厳を失わないためにですね、美しく振る舞おうと、美しく見えるように振る舞おうと。別にそんなんね、人間社会っていうか国際社会ですから、いやらしいことがいっぱいあるわけですよ。いやらしいことをやるにしろですね、やらなあかんにしろですね、一番エレガントに見えるようにやるというのが外交やと思うんですけども、つまりヨーロッパの伝統的外交ってそういうもんだと思うんです。だから言葉も慎重に選びますよね。やり方もですね、非常にエレガントにやって、そのですね、他人から見て、第三者から見て、あ、それは当然やなと思わせるようなやり方をするんですよ。まあ、例えばですね、3年前に日本がですね、お隣さんに対して輸出管理の強化というのがありましたね。何もあれ、輸出を禁止してるわけではないんですよ。一個一個届出制にしてくださいよと、許可制に届けてくださいと、それに対して許可を出しますということにしたわけであって、輸出をしたらあかんと言うたわけではないわけですね。で全部その申請されたものに対しては全部許可を出してるわけです。でその理由がですね、この本来そのテロをするような国に渡ったらあかんものをですね、をそっちに行ってるんちゃうかという疑いがありますよと。で協議しましょうよというこっちから呼びかけたわけですね。それに対して僕はずっとガン無視してたわけですね。でその結果、輸出管理の強化をいたします、ホワイト国から外しますと言っただけの話なんですね。これは第三者に対して十分説明がつくわけであって、これに対してニャーってノージャパンやとかって大騒ぎした愉快の隣さんの方がですね、第三者から見ると何やったんやろあの人らはということになるわけですね。だからあの時もですね、第三者の国からですね、お隣さんに対する同情みたいな声は一つも聞かれませんでしたね。まあ大体ね、よく騒ぐ国というイメージがありますから、ああまたやった反応かんという感じでしか見られませんでした。本来ね、国と国との関係ってそういうふうにちゃんとですね、名分が立つような措置を取るべきであって、書類の不備やとかね、よくわからんことをですね、名目にするべきではないんですよ。消防法違反とかね、そんなことをやってると、あの国はですね、正式な手続きというものがですね、恣意的に曲げられるというふうに見られてしまうわけであって、それは先進国ではないわけですよ。法治国家ではないわけなんですね。なんでその法治国家ではない、あ、やっぱり中国に共産党の国やしなというふうに思われるようなことをなんでわざわざするんでしょうね。そのあたりのね、感覚がね、まだまだですね、先進国とは言い難い、後進国と言っていいでしょうね、野蛮な国というふうに見なされるわけです。同じ金融にするにしてもなんだか、あんな買いませんと、政策として買いませんと言うたらええだけの話やん。下手くそですね、本当に。ほんでそうなると台湾に同情が集まるから、こう日本みたいな国が、じゃあ買いに行きますって買いに行くわけですよ。でそれって要は中国が悪者になるわけでしょ。なんでわざわざ悪者になりたがるんでしょうね。その感覚は私はようわからん。ようわからん。わざわざ悪者になるわけですよ。
ね、あの大人さんもそうですけど、わざわざかっこ悪い行動を取るわけですよね。そんなんや言うたらあかんやみたいなことをですね、わざわざやらはると。あの中国とお隣さんはですね、そのあたりが非常に共通点があるんですね。やっぱり儒教国家という括りなんでしょうかね。よう分からんなと思うんですけど、この産経新聞のアドレス一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。